呪文使いの仕事ってのは呪文を唱えることだけじゃねえぞ。火の玉だの稲妻だのを敵に投げるだけが魔術師と思うとるやつはな、どうしろよ。後人同士かっこドワーフを演じております中村雄一です。テレビアニメゴブリンスレイヤー2の放送開始までキャスト陣が毎日連続でお届けするカウントダウンボイス企画が始まってまいりました。はい、よろしくお願いしますね。ついに2期が始まりますけども、今回、前回から薄々その気はあったんですけどね、第1シリーズ、劇場版についてですね、こう映像化させていただく中で、どんどんですね登場人物が増えておりまして、今シリーズはいよいよ極まっております。行く場所も以前のようにギルドに戻って出向してギルドに戻って出向してみたいな形でもなくですね、もう新たな場所だったりですね、新たな人物たちとの出会い、そしてその人たちと一緒に冒険をするというくだりがありまして、私とドワフさんとウロコノのですね立場たるものや、ひょっとしたら優秀な人がいると追い出されちゃうんじゃないかなって心配になるような場面もあったりなかったりするとかしないとか、そんな中でですね、我々2人だけではなくてですね、このパーティーメンバーゴブリンスレイヤーさんはじめパーティーメンバーそれぞれの得意なスキルでですね、渡り合っていきますので、その辺の戦闘シーンや、そこに付随する知恵ですね、そこを楽しんでいただきたい所存でございます。テレビアニメゴブリンスレイヤー2放送開始まであと5日ですね。明日は一体誰がカウントダウンするんでしょうか。そちらの方も合わせて、楽しみに待っていただければと思っております。放送お楽しみに。